一番の最大のミスはイベントを2日間にしなかったことですね。そしたら満足度も高まるんで、ほんまに意味わからんな。ほんまに気ぃ食わないですよ。ほんまに気ぃ食わないですよ。お客さん、カリです。ありがとうございました。本日はプラチナ本店、愛崎刹那奏者にバースデーイベントにご来店いただきまして、誠にありがとうございます。本日の営業はこの区の待ち合わせ、すべての営業を終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。お時間12時48分となります。お時間12時48分となります。ありがとうございました。酔ってるから話言うけど、お前今後店であれ来てもしたらお客さん会です。ありがとうございました。京都行きましょうか。明日行かないよ。終わったね。何択だった今日。10ぐらい。10択じゃなわけじゃない。50ぐらいってか半分打ち込み終わってるんだけど、残り半分もまだ終わってない。過去は最高に近いよね。そうですね。お時間まもなく12時51分となります。お時間まもなく12時51分となります。お客様お帰りです。ありがとうございました。まあ、ルールがあるから、はい、それに乗っ取って、はい、それでなんか罰金でなんかこうやってバッと取られるんやったら、はい、なんかほんまに意味わからんな、ほんまに意味わからんなって俺はちょっと思ってた。逆に言うとその小銭取りたいわけじゃないのよ。だから、まあ、通常レイトさんは何も悪くない、うん、何も悪くないっていうか、ほんまに聞こえないんですよ、はい、レイトさんがいない時の話になっちゃうんですけど、罰金がなかった時があるんですよ、うん、半年以上ミーティング続けたんですよ、うん、1時以降マジで店内にお客さんいると法律違反になるんで営業停止食らう可能性もありますし、本当にやめてくださいっていうのを内勤から半年以上言い続けたんですよ。罰金にしないで、それで一切治んなかったんですよ。なんでもう罰金にするしかないってなっちゃったんですよ。なんでレッツさんがいない時代の話なんで、レッツさん関係ない話になっちゃうんですよ。主役はすっちゃん分かってるし、普通に例えばすっちゃんのヘルプが一番優秀なの、うん、大前提で今日は、ね、で他でもすっちゃんのとこは埋まってます、で他シャンパン入れてくれてるとこがオンリーやったりしたら埋めるみたいなそういうなんか、うん、あれやん、一応優先順位が、うん、同業もさ俺らしか使わんってさ、いやそうだ思わんけいけんしめっちゃけさ、まあ、俺らそれ作る満足で上がるのしたことないけど、うん、でもさ、俺らだけじゃさ、もうまあそうやな、こんな興味ない、レイトが10人、ケイティが10人いるわけじゃないからな、無理、うん、今日はたまたまその日々のこの今日のイベントでした。でも忙しかったですし、でもそのグループライン借りてるじゃないですか。同業もつかへん、うん、つきやすいとこしかヘルプもつかへん、オンリーのとこも見てない、大丈夫って送って、で、あれ送ってからさ、なんかちょっとオンリーなくなってるわって思ったけど、ぶっちゃけ俺はなんか別にあれ言って今日だけやと思ってるし、でも俺がこう言っちゃうとやっぱどうしても後から入ってるし溶けたし、でも課題よ課題、うん、もちろんもちろん、うん、それでさ、そのまあテープ回ったりとかして、それでさ罰金取られとったら俺何のこっちゃ分からなくなってる。趣味分からんくない、罰金取ってるわけじゃないよ。いや、分かってるっすよ、俺罰金取りたいとかそんなんじゃない、分かってるんですけど、うん、ちなみに皆さん、うん、さっきなんかチョコレートさん、うんうん、新しく入ったですか、入った人ですかね、うん、なんかちょっとなんかこう揉めてたわけじゃないですか、何を話してたんですか。まあまあ自分がね、まあ、お客さん呼んで、まあ、ヘルプ回りしてて、まあ、送り出しが、まあ、まあ12時50分超えちゃったからっていうところで、どうなんですかっていう話だったんですけど、
え、そもそも、うん、ホストクラブの営業の法令みたいなものっていうのは何時まで？1時まで。あ、1時を超えたらって、うん、だけど、そこも絶対1時なんですか？うん、だからもう50分まで、うちは。あー、うん、50分には絶対お客さんを来るっていう、うん、あのレイトはね、まあ、入って、まあ、言ってしまえばまだ1ヶ月ぐらいなんですよ。で、まあ、今日まあ、セツの大好きなんですよ、仲良くてっていうのと、まあ、プラスの中最後っていうのも分かってるんですよ、この箱でっていう中で、まあ、自分の中でも、もう最大限に、まあ、めちゃくちゃ動いてたんですよね。めちゃくちゃやってくれて、自分のテーブルなんていうのはほとんどついてなくて、なだけに最後に1秒2秒遅れたっていうのが、まあ罰金になるっていうのが、え、なんでですかっていうのはめちゃくちゃ気持ちわかりますよね。だってもう自分のことだけやればいい、よかったらあるかもしれないですけど、もうセツナとプラチナのために頑張ってるのに、それそんなこと言うんですかっていう、それはまあそうやなと思いますよね。まあ、とはいえルールだからっていうのは、まあ送り出しだけじゃなくて、まあまあまあありますよね、他にも。今日はどうですか？多分一番混んだんじゃないですかね、多分。はい、まあこの箱で最後の営業となります。やっぱセツナーがどのお客様にも好かれているんで。ダメやわ。いや、ただセツナー、俺はセツナーに1個だけ過去最高入力。これは絶対1日で終わらせるとダメなイベントだよ。いや、これでよかったのよ。これはこれでよかったのよ。いやぐらい混んだ。だってやばい、50高いだったっすね。そうやな。何よ、やったよね。過去最高だよ。50高いなかなかないな。いや、みんなありがとう。まさかこの店の最後のイベントがセツナーで締めくるとは。ありがとう。もう6回目ですよ、僕終電。私は本当にローラさん、サラさん、ショウさんっていう3兄弟いて、その時にそんな風になれないなって俺思ってたんですけど、頑張ってたら慣れたって、一番最初は一番後ろの方で集合写真撮ってどんどん前に行って、で今回の集合写真でショウさんの代表の隣で写真撮れて、僕もすごく嬉しくて、それが、うん、まあいろんなすごいプレイヤーがいた中で、今年の終電が一番僕はみんなと同じ方向向けてやれてると思うんで、このメンバーが一番大好きです。思い出もめっちゃあったんで、めっちゃ派手なことしてもらったら、いいんだ、いいんだよ、いいんだよ、だって気にすんな。今日は最高だったよ。ダメだなっていうのも最高だったよ。何がダメだ、何もダメじゃない、バカタレが。今日のイベント過去最高入客数か過去最高組数よ。やっぱもうセツナやな、みんなに愛されてんだよ。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日でもこの箱の最後どうでした？いや、だってもうね、このローランドが行った時は赤と金か、はい、黒にいろいろあったんですよね。あ、ローランドさんが行った時と、あとないローランドが行った時はね、これね、赤とね金とかだったんですよね、枠は。黒く塗ってるだけですけどね。豪華な箱とかもいっぱいあるかもしれないですけど、まあ僕らはここで何年間も戦ってきたから、
まあ、言い訳言ってきましたけどね、うちの箱は別にあのお金もかかってないから、なんかすごいお店のあのグループ店のとこよりまあ劣等感はあったんですけど、でも働いてるホストがね一流で、まあ、あとランがいてだったらもう負けないですよね僕らここでやってきたんで。頑張って働いてってのが大事かなと思いますよね。